大分県教職員組合は、大分県の公立小学校、中学校に勤務する教員及び学校職員の労働組合である。日本教職員組合、連合大分、大分県平和運動センターの加盟組織である。古くから日教祖に加盟している。かつては、県立学校教職員も所属していたが、日本高等学校教職員組合の発足に、伴い、 県立学校教職員の組合大分県高等学校教職員組合を発足し、日高教に加盟した。これにより、県立学校教職員の組合員は大分県教祖から脱退した。しかし、大分県校教祖が再び日教祖に加盟し、現在は共闘関係にある。加入率が60%を超えており、全国有数の日教祖王国とされる。 社会民主党支援の労組連合体の大分県平和運動センターに加盟している。ただし、選挙で社民党系候補がいない場合に限り民主党に協力する。第21回参議院議員通常選挙大分県選挙区では、社民党推薦無所属の松本文読を支援し、民主党の候補は支援しなかった。このため、日教祖出身の県議、市議の多くは、 社民党に所属しており、民主党に所属する者はほぼ皆無である。2007年4月の第16回統一地方選挙で、大分県議選では、大分県教祖、大分県公共祖の組織内議員が、計3名当選した。大分市選挙区では、県教祖系議員が2位で当選したり、社民党県連代表代行で、社民党、民主党の県議会統一会派、 県民クラブの会長に公共訴計議員が就任したりするなど影響力は他県よりも強いとされる。大分県では比較的社民党が強いが大分県教祖と大分県公共祖は全日本自治団体労働組合大分県本部と共にその原動力となっているとされる。2008年3月18日の日経ソリン大会で 大分県教祖出身の岡本康資料、中央執行委員が日教祖書記長に選出された。2014年7月22日、大分県教祖が旅行業法に基づく登録を受けずに、新聞広告で慰安婦問題の関連施設を見学する韓国旅行を募集していたことが、産経新聞の一面で報道された。大分県教祖は2年前から旅行の募集や、 代金の徴収を行っていたが、これらは旅行業法では登録業者のみができると規定されているもので、大分県教祖は同法に違反していた。旅行は、日本軍慰安婦歴史館やアンジなどが収容されていた西大門刑務所跡などを訪問するもので、大分県教祖は助成金を出して、親子二人で二泊で2万5千円という格安の代金で実施していた。 この旅行内容については教育上不適切であるとの意見もあるが、大分県教祖の初期長は、日本の加害行為に向き合い、平和を模索する目的だと説明している。ありがとうございます。